株式会社、民株 Ginfo の井戸は、民株や株担など、投資家向けメディア事業の運営と金融機関を中心顧客とした情報ソリューションの提供を行う会社である。2006年7月に、情報の価値を具現化するという企業理念のもとに、設立。日本最大級の投資家向け情報メディア、民株、株担ソーシャルメディアを活用したユーザー参加型や AI を、 活用した自動生成型の株式情報サイト等をはじめ、外国合わせや投資信託、仮想通貨、不動産、保険など多くの金融商品を対象としたインターネットメディアを運営。2014年からはメディア事業で培った知見を活用して、金融機関向けに情報ソリューションの提供も開始し、顧客は地銀、保険、不動産会社に加え、 リーと投資信託運用会社が新たな顧客層になり、取引先金融機関等は400社以上に上るソリューション事業を展開。2018年11月には、社名を株式会社民株より株式会社民株時インフォの井戸に変更。インフォのイドは、情報と執着するものを組み合わせた情報に関わるものという意味の造語。フィンテック企業の民株に、 資本参加し、業務提携、株式会社朝日新聞社、https コロンスラッシュスラッシュ w w w a s a h i c o m スラッシュコーポレートスラッシュインフォスラッシュ112663572019年8月2日閲覧。NTT データと民株の資本業務提携について、株式会社、NTT データ、株式会社民株、 h t t p s w w w n t t d a c o m j p j a n e w s r e l e a s e <ッ>2 0 1 8 0 9 2 8 0 0 2 0 1 9年8月2日閲覧データスタジアムと民株が今後のスポーツテック分野での協業に向けて基本合意データスタジアム株式会社株式会社 民株 g i n フォの井戸、https コロンスラッシュスラッシュ www.datastadium.co.jp スラッシュニューススラッシュリリーススラッシュ43582019年8月2日閲覧上場会見、民家部のウリュー社長、金融機関のオムニチャンネル化に対応。キャピタルアイニュース。2019年8月2日閲覧。 プロップテックプラス株式会社の株式譲渡に関するお知らせ。2020年1月8日閲覧。投資家様向けコンシェルジュサービス。民株トレードコンシェルジー展開のお知らせ。2020年8月18日閲覧。民株との資本業務提携に関するお知らせ。2020年8月18日閲覧。シリーズ B ラウンドとして、第三者割り当て増資完了。 2020年8月18日閲覧ロボット投信民株 G インフォの井戸グループに参画2020年7月1日閲覧民株 G インフォの井戸との業務提携について2020年11月10日閲覧12株式会社株式会社民株 G インフォの井戸と新たな資本業務提携を発表2020年11月10日閲覧 DG 大和ベンチャーズ ジャフコ、民家豚を引き受け先とする4億円の第三者割当増資と民家豚の業務提携のお知らせ。2021年3月2日閲覧。資本業務提携に関するお知らせ。2021年3月2日閲覧。ありがとうございます。